Awak semula selamat pagi. Nama saya Nana. 皆さんおはようございます。本日はローカルのスーパーのご紹介動画です。マレーシアは雨季に入って、最近の夕方は雨と雷がすごいのですが、昼間はこの日のような晴天の日が結構あります。気温は基本的に30度を切ることがないので、とっても暑いです。マレーシアは日差しが強いので、日焼け対策は必須です。さあ、ここからはちょっと早送りでスーパーに向かっていきます。新しいコンドミニアムがたくさん建てられていますね。道がちゃんと整備されていないところもあって、歩きにくいところがちょっとあります。今日行くスーパーは、あるコンドミニアムの一角にあるスーパーで、このようにいろんなお店が入ってます。この瓦礫を踏んだら普通に落っこちそうになるので注意です。ローカルのカフェだったり、ホテル暮らしの時にお世話になったコインランドリーやセブンイレブンもあります。この看板を見るとちっちゃなモールみたいですね。では早速入っていきましょう。午前中だったせいかあんまりお店が開いていませんでした。この日はヒジャブの露店が催されてました。ものすごい量のヒジャブがあってびっくりしました。スーパーに行く前にマレーシアのドラッグストアを散策してみます。いろんなブランドのスキンケア製品が置かれております。このように日本の製品もちょっと並べてあります。化粧品コーナーもかなり充実している印象です。ピースピース。パックの種類は日本より充実していますね。私が日本でも愛用していた日焼け止めがありました。よかった。ちょっと高いけど。続いてはシャンプーコーナーです。海外ブランドから日本ブランドまで様々な種類のシャンプーとリンスが取り揃えられています。マレーシアのボディーソープはとにかく大きすぎる。もうちょっと小さいのが欲しい。それではやっと本命のスーパーに行ってきます。スーパーの中は撮影時の音声をそのまま流します。聞き取りづらいことをご了承ください。ゼリーが美味しいのかな。いいやつもいっぱいあります。なんかドライフルーツってかドライナッツ、ドライ系がなんかすごい豊富。あ、ここは外国のグミ系ですね。絶対まずい。まずいって言ってこのハリボーは好きですけどね。まあ買いませんけど。あ、なんか味覚っぽいけど。どうなんだろうこれ。味外国産っぽい。分からんけど。まあこんな感じですね。こちらはドリンク、飲み物。なんかこれすごい見るんだよね。どうなんだろうこれ。有名なのかな。あ、セブンアップ。ここはコカ・コーラがやっぱどこの国でもある。そして安いしでかい。なんかこれ600ミリくらいあるんじゃないかな。こんな感じで。飲み物は品ぞろえ。あ、もうさ、なんだこの種類の多さ。ここら辺はただただ甘い。これも絶対甘い緑茶。こっちは豆苗。
でもパクジュースでしょ。でもパクジュースは普通に美味しい。瓶のジュースもいっぱい。まあ今日はちょっと引っ越し前だから買わないんですけど。おお、なんだこれだ。焼き鳥味のポテトチップスだって。ドリトスのソースまである。いやー、外国のスーパーやっぱ面白いですね。なんか新しい発見がいっぱいあるというか、日本にはないやつしかないので面白いですね。いろんなスーパーをお届けしますね。生理用品とかもこんな品揃えが多い。ほとんどマレーシアブランドなのかな。このコテックスっていうのはマレーシアブランドらしい。ちゃんとボリエとかの日本ブランドもありますけどね。結構高いですね。ちょっとそう、場所によって値段結構さまざまやから、比べて買った方がいいですね、急ぎでなければ。はい、そんな感じで、こっちはなんか花房菜とかも結構普通のスーパーの中に入ってるからいいですね。品質はちょっとよくわからないですけど、ロレアルとかは結構海外で有名だから、まあ悪くはなさそう。私は美容室絶対行きますけど。で、コパン店とかね、何でもあります。全然生活には困らないですね。歯ブラシもこんなにいっぱいある。あと海外の歯ブラシってなんでこんな太いんですかね。なんかごつい、絶対歯に合ってない。子供用のは結構、でも子供用でもこれやって痛すぎて、これが2つくらいじゃん。赤ちゃんのとかはいいけどみたいな感じで、私はいつか電動歯ブラシを買いたい系なんですけど、まだ手にできてません。これなんか、この コルゲイトっていうのが一番有名な歯磨き粉ブランドらしくて、めっちゃ白くなるらしい。ホワイトニング効果があるらしくて、私もいつか自分で持ってきたやつがなくなったらちょっと実験してみたいですね。本当に歯が白くなるか。固形石鹸も一応ありますね、この隅っこに。まああんま使わないですかね。じゃあこちら冷凍コーナーですね。あ、肉まん美味しいんかな、どうなんだろう。こんな感じでいっぱい冷食があります。ピザとか普通に美味しそうだけどな。で、こっちにはでかいお水、これを買って、家の飲み水は潤したい。こっちはアイス。あ、ほら、ワインのアイス。海外って感じ。でもなんか甘いアイス美味しくないらしい、こっちの。ある人によると。まあ私もいつかチャレンジはしてみようと思う。ファミリーサイズのアイスが多すぎる。これが美味しいやつ。あ、ハーゲンダッツもいくらだ。あ、まあでもあんま変わらんかな。で、こっちは冷えてるペットボトル系の飲み物とかありますね。まあ牛乳とか乳製品もあります。チーズもある。あ、ヨーグルトもある。チーズはこっちの感じですね。いっぱいいっぱい。なんか食べ物食べるところがフードコートがある。こうやって食べてる人たちもいますね。日本キャッチャーで頑張れー。ちょっと気になるお店があったので、こちらもご紹介します。いわゆる何でも屋さんといったところでしょうか。いろんな雑貨が売られています。ブランドもどきのカバンがたくさん置いてあります。靴もまあいっぱいな。ここ、まあ安い思考って感じなのかな。すごく割れたりするのかな。わかんない。まあ、子供靴とか全然こういうところでいいよね。こんな感じで子供靴もいっぱい売ってます。全然こんなんでいいよね。で、奥にはカバン。買いたいけど、ちょっとここじゃなくていいかな。結構奥行きあって、ここ白いんですよね、お店。これも可愛いですね。なんでこの辺だろう。
品質はちょっと分かんないですね。まあいいのもいいのでありますけどね。本当にチャチーノはチャチー、うん、これもちょっとやばっすね。どうなんだろうな。でもこっちでまだ洋服は買ってないんですけど、いつかタオルとかも暗いな。なんでこのネックピローがこんな大量にあるんだろう。人をダメするクッション風、30円くらいですね。でも万引き防止のポリスがいるシュール。日本もありますよね、パトカー道端にリード出しすぎないようにってやつ。サングラスとかもありますよ。ボリングなんで100円くらい、100円ちょい。終わります。バイバーイ。